えー、人工知能法学研究支援センターセンター長の佐藤です、えー。本日は人工知能法学研究支援センターの2024年度成果報告をいたします。えー、まあ、あのー、センターができたのは一応11月なんですけれども、まあ、今年度やったえっ、ー、と成果についてお話したいと思います。まず人工知能法学研究ですけれども、施設置からもあのー、少し説明がありましたけれども。 2、えー、つの柱がありまして1つは人工知能による法学研究支援ということでま a w s u p p o r バイ AI とかローバイ AI と呼んでますけれども、えー、人工知能の技術を使って方角のいろんな、えー、課題を解決するということです、まあ、支援として考えられるのは、まあ、法的推論のための、えー、と裁判あ 裁判例のデータベースを拡充するとか法令データベースを拡充するとかあとコンペティションするためのデータの拡充をするとかっていうことが、まあ、支援になりますけども、まあ、支援以外にも、えー、とこれらのデータをどう使うかっていうことについて、えー、我々のセンターでは、えー、その例を示したいと思っておりますので、まあ、そういう研究の活動もしようと思っております。もう一つの方はロー,ブエー これはロー・コントロール・オブ・ AI ということで法による人工知能制御ということで法学者と共同研究をして課題としての生成 AI とかそのような社会進出が人工知能人工知能が社会進出した時に禁する社会問題の解決をするということで例えば AI が使用するデータのプライバシー保護等の法的ガイドラインとか まあ著作権法に違反しないように、えー、どのように生成 AI を使っていくかとかっていうそういうようなものについて、えーまあえー、提言をしていくというようなところであります。うん、で、えーっとまあ、具体的な、えー、今年度の成果ですけれども支援活動の方では老バ AI イイでは、えー、最高裁判例 6万5千件あるんですけども、最高裁では、まあ、PDF では提供されてるんですけれども、PDF でなかなかあのちゃんとしたテキストとかになっていないので、これを、えー、全部テキスト化して、HTML 化して、まあ、年あの一応もデータできているので、年度内に提供する予定でいます。もう一つはコーリー2 0 2 4といって、コンペティション・リーガル・インフォメーション・エクストラクション・ x ン r a c t i o n a という まあ、コンテッションを、まあ、2014年ぐらいからずっとやってるんですけれどもそれに対して <laughs> 今年度、えー、付け加えた令和4年度の民法担当式問題の英約データの提供しております。それからローブ AI の方は、まあ、ジェネレティブ AI 生成 AI の研究で、えー、どのようにデータを使用したらいいかという法的問題。 例えば著作権法や個人情報保護法との関連について、えー、検討し、まあ、法学者とともに、まあ、あの安心できるあの生成 AI 用のデータの使用について検討しているというところであります。あすみません。あそれで、えー、と研究活動の方ですけれども、えー、今日本日は1、2、3、4、6, 6件。 えとお話し,しますけれども、えー、と 3, 3, あ3番と4番と6番ですねこれは、えー、と後ほどパネルの方であパネルじゃない、えー、とポスターの方で、まあ、詳しい話があされると思いますで最初のやつは、えー、と人工知能の実時間基本純粋行の研究ということでこれは、えー、JST の AIP 三国間人工知能プロジェクトといって えとドイツとととフランスと日本でで、えー、共同研究をしているといるうものでありますそれから立法支援の研究それから法情報抽出のための LLM 技術開発 LLM による法律推論のための技術開発それから法律デバッグにおける例外の一般化それからオンラインディスピュートレゾリューションこちらの方は科研の基盤 A で、えー、やっている研究です。 あ一つずつもう少し詳しくお話ししますと人工知能の実時間規範原子機構の研究においては、まあ、あのバックグラウンドとしては AI が社会に進するすることによって AI に起案した法律問題や倫理問題が現れてきたということで、えーまあえー、と外からまあ観察するのもいいんですけれども、えー、AI 自体にですね法や倫理規範をまあ教え込ませてであの そちらの方を遵守させるっていうそういう技術がまあ重要になってきているということで、えー、本研究ではマルチエージェント環境における AI エージェントプランニングの規範重視機構の手法を開発しています。で、えーとまあ、大きな枠組みとしては法規範っていうのを満たさなければならない必須制約として管に的 規範を可能な限り満たすべき先行制約とししてて形式化例まば、まあ、法規範っていうのはまあ必ずえと満たさなければいけないというか遵守しないといけないんですけども倫理的規範っていうのはまあ法規範よりは弱くてどうしても破,らなや破る必要がある場合にはまあ破れるようなえと制約ということで先行制約として形式化してそれを使っています。 それから、えー、と外的な環境変化があると,、えーと法まあ、法倫理基本とか法規範が、えーとうん、例えば、えー、データをこう移動させるときに最初は優 u 感で、えー、データを、えー、通信していたんですけれどもそこの通信のが、まあ、壊れてしまうので第三国を経由して、えー データ通信しなきゃいけないということになるとそうするとそのデータ通信の、えー、法,法律適用される法律が例えば EU だと GDPR ですけども第三国だと第三国用の、えー、法律が遵守されなきゃいけないっていうようなこともありますのでそういうような快適な環境変化による、まあ、あの法規範や倫理的規範の変化を、えー、吸収するようなメカニズムを、えー この中に実装しています。で、二千二十三年度はえっ、ー、と各々の,のこの、えー、法規範重視機構とか倫理的重視規範重視機構とかは別々に作ってたんですけれども、ええ二千二十三年度はやっとこれをとうん融合してですね一つのシステムとしてまあデモをすることができるようになりました。え次のえー、法律作成支援 ですけれども、まあ、現在、まあ、一般的に法律を作る時は、まあ、当然国会に通してあ、まあ、国会の前に、えー、と誰かがまあ立法してそれを国会に通してそれでまあ法律になるわけですけども、えー、すごく時間がかかるんですね。それで、えー、と技術革新が高速に進んでいる現在で、まあ、このような人海戦術をしていると。 あの技術をこう法律で制御するということで、現在の技術を法律で制御しようとし,した時。まあ、技術が先に進んでしまって、法律を制御する法律で制御することが難しくなる場合があるわけです。そういう場合に、えーえー、まあ、あのソフトウェア工学っていうか。まあ、人工知能技術を使ってプログラム合成みたいな技術で。 考えておりますそれから法情報抽出のための LLM 技術開発ですけどもこちらはあの法律文書から、まあ、エンティティを効率的に抽出することで、まあ、法的プロセスの自動化が強化されるということで、まあ、エンティティというのは情報ですけどもそういう情報を、えー、作るためにはアノテーション付きの法的データがまあ 必要になるんですけれどもそれが非常に、えー、と少なくて手動で作成するとすごくコストと時間がかかるというような問題があります。で、えー、とそれをか解決するために LM、MM、を使って、まあ、以下のような、えー、ことを実現しています。一つはあ、まあ、基本的な法情報抽出の方ですけれどもこれは法的テキストから法情報抽出する技術を、まあ、発展させて えー、より精度の高い、えー、情,報あ情報抽出ができるようになったということで、ま、た注釈付与された文章を自動的に生成する技術を開発したということで、まあ、あの手動で作成していると非常に問題があ時間がかかりますので、えー、これを自動的に LLM で生成するという技術を開発しています。この2つは、えー、国際会議で発表し、または発表予定であります。 それから、えー、LLM、MM、による法律推論のための、まあ、技術開発というものをやってまして LLM、MM、って、まあ、基本的にはあの次の号を予測するという機能が、まあ、大まかな機能だと言われています。法律推論というのは、まあ、特にルールというか法律に基づいて、えー、推論するというものに関しては、えー、と推論のメカニズムが必要ですけれども次の号を予測するという機能では推論 あの機能とはちょっと違う機能なので、まあ、うまくいかないっていうふうに言われていますそのためあそれで、まあ、l m a で法律推論ができるんじゃないかっていう、まあ、ことも考えられるんでどういうういいととこころに不得意であるかっていうことを調査しましまたそして、えー、とこの結果、まあ、論理的なフィードバック信号を使って、まあ、強化学習をすると、えー、ここら辺が効果的にできるっていうことを、まあ、明らかにしておりまして。 ジリックスでまあ発表しております、えー、次は法律デパックにおける例外事由の一般化ということで、まあさいえーとまあ、裁判例において文字通りの法律適用では現実の問題に正しく適用できない場合があるということが、まあよ,くいやまあ、よくはないんですけどもあります、えー、その場合あの文字通りに法律適用をするのではなくて、えー、と裁判官が えー、その法律適用がされないように、まあ、ある例外自由を考えてそれを使って、えーまあ、あの法律適用を、えー、コントロールするということがあります。まあ、これを公、まあ、高裁,裁判例の、まあ、ケースルールと呼ばれてるんですけどもそういうケースルールを作ることがあります。でこれを、えー、支援するっていうことを、まあ、考えて、えー、と現在 えーえー、っとまあリンクとオープンデータや、まあ、大規模言語モデルを用いてケースの例外的な状況を一般化する技術を、まあ、開発しています。まあ普通の,あのやり方は左側で、まあ、裁判官が、えー、っと法律を見てちょっとこの適用はまずいなと思ったら、えー、っとその中の、えー、っと一部の条件に例外をつけると。 いうようよなことをすするんですけども、えー、とそれはなかなか時間がかかるんでその時にどういう状あの例外状況を作ればいいかっていうことについて、えー、リンクとオープンデータとか LNM を使,う使って、えー、と提案することによってその修正、えー、をまあ簡単化するっていうか支援するっていうような研究をしております。これは j u r i c 二2 0 2 3っていうところで発表しています。 それから、えー、っとオンラインディスピュートレゾルーションの定式化っていうことで、えーっとえー、これは、えー、論理的にこのオンラインディスピュートレゾルーションを、まあえー、っと定式化するっていうそういう目的があってまだちょっとき基礎的な、えーっとえー、定式化なんですけれども、まあ、バトナっていって提案受諾可能最小値と、まあ、ワトナといって提案不受諾 不,弱不受諾最大値っていうのを考慮してまああのまあねごの状況をまあ表現するっていうそういうような論論理的な意味論を検討しています、まあ交渉はエージェント間のいくつかの提案の選択とみ認めあ見なしてそれらの提案を受諾するかどうかについてバトナー・ワトナーを用いて論理的な定式を行ったっていうことでまあこれはスリーバリュードロジックを使ってるんですけども。 まあ、一つはエージェントはバトナーより上なら提案を自宅する、からバトナーより下なら提案を拒否する、それからバトナーとバトナーの間ならば提案を自宅するか拒否するか自由ということで、この3つの、えー、と態度があるんですけども、この3つの態度を、まあ、あの産地論理で表現することで、まあ、交渉された状況を論理的に表現して、受け入れ可能な会を求めるということが、まあ、できるようになって まだあのこれに関しては停止論的定式化をするだけでえどのようにアルゴリズムを使って受け入れ可能な会を求めるかっていうことは、えっとまあ、来年度を検討する予定でありますけども、まあ、この、えっと、研究も iCART っていう、まあ、エージェントの会議で発表しています。それで、えっと、来年度ですけれどもえー 一応研究支援の方では、えー、主にはコンペティションが今、えー、と4つのタスクがあるんですけれどもいろんなところから、えー、とこのデータを使ってくれないかとかっていう、まあ、引き合いがあるのでそういうやつを整備してより多様なコンペ法,あの法,法律文書の、えー、コンペティションも、えー、作っていこうかなというふうに考えています。 でもう一つの、えっと、ローオブ AI の方ですね。こちらは生成系 AI 研究で安心して使えるデータ処理マニュアルの、まあ、作成をするようなことを考えています。で研究開発の方は、えーまあ、LLM と論理的推論というのが今のところ、えーえー、と結合というか、まあ、うまく、まあ、LLM だけでやれればいいんですけど、えー、と我々としてはこれらを 結合した方が早いんじゃないかということで、これの法律水論の、まあ、本格的な実現、もうプロトタイプはできているんですけども、えー、その実現をしようというふうに考えています。それから、えー、ODR の方は、基、ま、盤、あ、A、来年度までありますので、えー、LLM を用いて、まあ、会話システムのところで、えーと、プロトタイプシステムを開発しようかなというふうに思っております。まあ、発表は以上です。ありがとうございます。